大校クルーで予選トーナメント試合ナンバー18安井津森選手、神戸野田川口選手の試合をユピストで行います。安井津森選手、神戸野田川口選手はユピストにお入りください。男子個人対抗フルーレの、結果の中で、シード64で2人、同率の順位が出ましたのでバラージュを行います。北海道札幌大谷坂本選手、島根安木藤原選手は8ピストでバラージュを行いますのでご準備の上8ピストへお入りください。もう一度繰り返します。札幌大谷坂本選手、安木藤原選手はバラージュを行いますので8ピストへ準備の上お入りください。ないよっていうのは結構来てて、まあでもさ、ずっと近くないんで、こっちはね、
やってた。あ、それ今日行って返したんですけど、あと、他にも場所がある。何ですか、どの点待ってるの。お願いします。全部回ってる。女子、女子、さばいてないけど、予選プロの試合ナンバー11、そのどんな試合が続行のサラダ選手だよね、ですよね。越智高校佐世代選手の試合をネクストで行います。日本女子大学の6人原田選手、越智高校佐世代選手がネクストにお入りください。パスワードついてきて、あ、もう入ってます、入ってますね。これあの、はい、ID とパスで大丈夫ですか、ね、はいはい、あ、よかった、ありがとうございます。そしたらはい、これで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 、大丈夫そうですか、状況的には大丈夫。まだなんとか一応、ツイッターで、ツイッターの方が結構言われて、この配信を読む時も、いわば、かっこいいなって思われてるんですよ。で、これでとりあえず、八木高校、藤原選手、八木高校の藤原選手は、バラージを行いますので、タッチピストへ入ってください。タッチピストになると、もう何でもいい、あんまりもない。だいぶ何があってもいい。斉藤君，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